琵琶の川の夜泣き石。昔々、お侍が世の中を治めていた頃、13歳ぐらいの娘を連れたお侍の親子が野辺地にやってきました。二人が琵琶の川の冷たい水をごくごくと飲んでいると、親切な村人が通りかかりました。あんだもめらしっこも疲れてらべ、ここさあ泊まっていげと言って山小屋を貸してくれました。それから残り物なども食べろとおにぎりを差し出して帰っていきました。父と娘は心もお腹もいっぱいになり、ぐっすりと眠ることができました。娘の名前は地図と言い、父様父様と親思いで優しく美しい可愛い娘でした。村の人たちの勧めもあって、親子は琵琶の川の近くに小さな家を建て住むことになりました。弓が得意な父様は山でウサギやキジ、山鳥を捕る狩人になりました。親子の暮らしぶりは豊かではありませんが、村の人たちが羨むくらい仲良く楽しく暮らしていました。父と娘は夜空の輝く星を見ては、旅の途中で病気で亡くなったカカ様のことを思い出していました。カカ様はいつでも地図の心の中に一緒にいるよと父様は話し聞かせていました。ある日のこと、父様はいつものように狩りに出かけていきました。地図は父様が無事に帰ってきますようにと願いを込めて見送りました。夕ご飯の支度も終えて、地図は父様の帰りを今か今かと待っていました。しかし今日はすっかり日が暮れて、満月が空高く昇り辺りを照らしましたが、父様の姿は見えませんでした。父様を探し呼ぶ地図の声を聞き、村の人たちも父様を探しに来てくれましたが、見つかりませんでした。次の日も、また次の日も、父様、父様、お侍様、お侍様と叫びながら、地図と村の人たちは険しい山道を父様を探しました。父様を待ち続ける地図は父様を呼び続け、いつの間にか泣き声になり、声も枯れて川岸にうずくまった姿で亡くなっていました。今も夜になると三番橋のあたりで、父様、父様恋しと地図の悲しい泣き声をせせらぎの中に聞くことができるのです。地図の父を思う心と姿が夜泣き石となって、このお話を語り伝えているのです。挿絵を担当したのは、青森県在住のコラムニスト、山田スイッチさんです。